こちら。さあ、英単語重要がやってまいりました。101回目の今日の単語ですね。リバイズ。さあ皆さん、意味はどうでしょうか。見直す、もしくは修正するという意味でしたね。さあ問題は、なぜこのリバイズが見直す、修正するという意味につながっていくのか。そのヒントは語源、そしてスペルにあるんですね。まずは語源です。リバイズの一番左側。RE はどんな意味でしたでしょうか。RE はリピートですね。つまり繰り返すということでした。そしてリバイズの真ん中ですね。この VIS、 これが一体何だか予想はつきますか。ビジョンなんですね。もちろんビジョン、意味は視力、もしくは見ることですね。ですので、イメージをしていただきたいのは、繰り返し見るんですね。そうです。繰り返し見るということは、見直すということにつながりますね。で、見直すと、それは修正というところにもつなげやすくなる。どうでしょうか。リバイズは見直す、修正する、そしてそれを支えるビジョン、視力、2つ合わせてですね、押さえてください。で、ちなみにリバイズですが、こちら公式問題集グレーの2のテスト1パート3回答冊子21ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々はですね、皆様のTOEICのスカープ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信してまいります。ですので、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。